はい、ピースケです。サクスペやっていきますということで、いきますか。ガチャ解説いきたいと思います。はい、で感謝祭ですね。第2弾なのかな、大感謝祭ということで、はい、マエストロ、マドカ、聖火という、はい、感じですね。まあ強化高校込みな感じの、うん、感じですね。人生になってるのでしょうか。はい、でまあ常設勢の強めのキャラ、え、みんな常設、違う、ただのレアガチャやんあ、これただのレアガチャやん、これ、怖い、これは引かなくていいなまあただあの1と既視感があると思うんですけど、皆さんね、あの鬼滅の時のやつが、はい、再来でございます。はい、まあなんかお得っぽく見えなくもないんだけど、まあ、言うて4と8だからね、まあ1周でいいやと思える人とか、うん、1周だけね、まあ、50% 出るので一応1周だけ回そっかなみたいな人もいてもいいと思うし、まあでもな、うん、ダメだな。まあ選択権一応あるけど、選択権がまあそこそこいろいろ出んのかな、まあ、この辺でまあ解放したいやつがね、まあ、始めたばっかの人とかだと、まあ佐伯あたりはもっと来たかったりするかもしれないので、この辺の別バージョンの PSR だったらね、まだあのなんかぜひ引きましょうみたいな感じでもいけるんですけど、 SR なのでね、まあなんともかんともかな、まあ引かなくていいかなっていうふうに個人的には思います。はい、まあ、有能が全くいないって言ったらまあそういうわけでもないんですけど、はい、まあハロウィンに備えていいんじゃないかなって俺は思っております。はい、まあどっちかといえばやっぱこっちですね。こっちでキングアーサーを抜いてほしいなっていうふうに思います。まあこっちが本当に今後の急速上限枠のあの何必須キャラというか、うん、ピースになるし、あの両サイドも立川あんこでどっちも多分長生きするキャラだと思うし、まあ、この辺の厳選もねだいぶ絞ってくれているので、まあアスレ勢だったりとか、まあ聖火が主かな今のところ。まあ戦国来るまでにはなっちゃいますけど、はい、あの強化来たらもうあの聖火使わないので、うん、違うまた子たちがやってくるので、はい、って感じなので、まあ、こっち引いてない人はこっち引いてもらって、うん、一応6、7、8と、はい、あの運が良ければっていう感じになっちゃうけど、運が良ければこっちよりも、同じ回数で、PSR1 回多く出るので、うん、そうだね、まあ、そんなに変わんないと思う、うん、あんまりなんかこういうこのスタイルだからお得ってことは特にないと思うので、俺はね、うん、あの前の鬼滅のやつだったら、まあ、PSR 選択権とかなので、まあ、そういうその中身をよく見てもらって、まあ、それが自分にとっていいガチャなのか悪いガチャなのか、うん、まあ、相対的に言えば俺はこれはそんなに鬼滅の時はいいガチャだと思ったけど、今これこのなんかちょっと何あのマイナーチェンジ版みたいな感じはまあそんなにいいかなっていう、はい、思いますので、はい、またメンバーとか見てもらって、はい、って感じかな。なのでまあそんなでもないと思うよ、うん、まあ、一応 35% 50% とかまあいろいろ細かいとこ見てったらね、あると思うんですけど、はい、まあ、そんな感じです。まあ今あるガチャの中ではまあキングアーサーを、うん、まあ、SR でもとりあえずいいので、うん、確保しておくといいんじゃないかなと思います。まあ、この後、まあ、ハロウィンすぐ来て、カミラが来て、11月どうするんだろうね。まあ、戦国がまあ早めに来ちゃうのか分かんないですけど、そしたら全財と千代姫あたりはやっぱ必要になってきますし、で、12月入ったら、まあ、クリスマスもあるし、まあ、多分キリルが、まあ、でも戦国来てちょっとしたぐらいでもキリル来ると思うので、うん。あのアスレは入れないんでね、キリル。
ん、でお正月あたりにホムラかなんかが来るのかなっていう、はい、感じだと思うので、もう年末関係に向けて、はい、やっていく感じがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、こんな感じです。では以上です。僕から言えることは僕から言えることはってある、はい、感じなので、はい、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では皆さん、ピースの日常お過ごしください。バイバイ。